なら秘宝を返すんだ。わかった、返すよ。返せばいいんだろ。ああ、確かに受け取った。シモン、見ているか。ようやく秘宝が私たちの手に戻ったぞ。これでいいだろ。だから頼むよ、命だけはお助けを。言われなくてもそのつもりです。無益な殺生は言語道断ですから。あ、そうっすよね。さすが説教師様。じゃあ、あたいはこれで失礼して。どこへ行くんですか。あなたにはまだやるべきことがあるでしょ。え、やるべきことって。秘宝はもう返したし。島の被害は、あなたのせいであちこちボロボロなんですよ。ちゃんと責任を取ってください。島を元通りにするまで逃がしません。これ全部あたいが直すのかい。ではあなたの手下の魔獣にも手伝ってもらいましょう。いいですね。ああ、それがいい。こいつらにもかなり手を焼かされたからな。さあ、まずは整列です。規律正しく。とほほ、仕方ないね。やるよお前ら。騒がしいと思って駆けつけてみれば、そんなことが。すみません、大切な時にお力になれなくて。気にしないでくれ。ウェルシュラにもやることがあったわけだしさ。それに君には十分助けられたよ。占いがヒントになってバルバリアと戦う手段を思いついたからね。占い師か、いいね。あたいの一味にも欲しいよ。そうすりゃお宝の場所を見つけ放題だ。あなたはまたそんなことを。教育が足りないようですね。すみませんでした。まったく、まだまだ改心には遠いようですね。エステルはしばらく島に残るんだっけ。バルバリアを改心させないと私の気が済みません。私も協力しよう。今のあいつを野放しにしては安全な航海は危うい。おやおや、こいつはとんでもねえお説教コンビが生まれちまったな。ひゃあ、おっかね。怒られないうちに俺は逃げるぜ。うん、失礼ですね。何もしなければ怒りませんよ。頑張れエステル。きっとバルバリアを改心させられるって信じてるよ。ありがとうございます。少し時間はかかるかもしれませんが、必ずやり遂げて城に戻りますね。ああ、その日を楽しみにしてるよ。セイレン、どうしたんだ。なんだなんだ、もしかして俺たちと一緒に遊びたくなったか。それなら歓迎するぞ。何しろセイレーンは今回の功労者だからな。バーベキュー食べる？それともボールで遊ぶ？いいの？食べるし遊ぶ、超楽しそう。
それとしてねえ、私今回頑張ったよね、みんなのためにさ。ああ、君の歌がなければ勝てなかったよ。じゃあ私のお願い聞いてほしいの。もちろん、何でもとは約束できないけど、大抵のことなら。やったー、それじゃあね、大きなステージを立てて、そこで私たくさんの人を集めて歌いたいの。これで海の風紀は守られましたね。